こんばんは、ハクタマ、ありがとう、おかえり。アース、あら、オーランド・ブルーム。ん？誰？俳優さん、ブルームってなんか聞いたことある。今日で29歳になりました。おめでたい、おめでとう。やべえ、なんか足さ、なんか最近靴ずれしたの。新しいサンダル履いたら痛い。こんばんちゃん、ケンピー、こんばんちゃん、ありがとうございます。空気読みはやってみたかったでしょ。うん、やってみたくな、うん、なんか、うん、まあでも、まあなんかその、まあね、リトルナイトメアぐらいで散々ビビっているんだが、なんかそういうね感じのもいろいろやってみたいなと思っているが、しかしだってゲームでやるじゃん、って編集してみなきゃいけないじゃん。もうさ、もうな、もう夢に出てくるよね。なんかそう、なんかいろいろさ、他ゲームも見たけど。ピカリさん、こんばんは、ありがとう。ピカリン、ありがとう、こんばんは。いや、聞いてくれる？今日、まあ、最終稽古だったんですよ、稽古場での。ね、8月もう12日からですね、その錆びた冷たい鉄っていう舞台をやるんですけども、何？今日が稽古場でね、ラストの最終稽古だったんですけど、おいたん、まあ、今日は別に衣装じゃなくてよかったので、稽古着でね、稽古着でやったんです。今日、あおいたん、チョイスした稽古着が、岩下の新生姜の T シャツだったんですよ。したら、ちょっとなんか、ちょっとおかしなことになった。サトボンおかえり、こんばんは、ありがとうカウント。こんばんは、月ちゃうさん、こんばんは、ありがとうございます。全集中で、おひつやか、おひつやかの方、一の方。最終、やめないでー、違う。あ、アンケートありがとう、ごさん。いや、ね、なんだ、なんか、まあ、今日があれってこれもう来週からまあ劇場に入ってあと本番なんですけど、いや、岩下の新生姜の T シャツを着てったら、まあなんかみんなにまず、すごいねその T シャツって言われるわけ。皆さん知ってます、岩下の新生姜 T シャツ。ちょっと持ってくるよ、あいたん。よいしょ、よいしょ、はい、こちらですね。はい、こちらが岩下のまあ新生姜 T シャツ。こういうね、なんかこういうのを今日稽古着にしてたわけで、何これ、まずまあみんなに、なんかすごいね新生姜とか、なんか何新生姜の回し物なのとか、なんかいろいろ言われたんだけど、実際にまあその稽古に始まった時にね、なんていうの、まあ詳しいことは言えないが、葵たんが、まあ、ひかりちゃんが自己紹介をするところがあるんですよ。ひかりと申しますっていうところがあるの。そこでひかりって名字ないんですよ。ないっていうか、みんなにひかりさん、ひかりさんって呼ばれるし、葵たんもひかりと申しますってひかりって言ってるわけ。今までなかったんだけど、今日はもうこれも着てるから、岩下ひかりと申しますって言ったら、もう主役が目の前で吹き出して、なんか大爆笑の渦だった。そんな感じで最終稽古が終わった。明日から3連休です。3連休。今日の稽古着くちゃいやん、くちゃくちゃくない。大量、あ、大量バター、 T シャツですから。そう、こんなね、こんな派手な T シャツ着る人はまあなかなかいない。そう、あとみんな、そう、なんかすごい、このやっぱこの後ろの文字、このね、ほら、保存料を使用してません、ね、こういうのみんななんか見たくなるみたい。だだだだだ、おとなしい役が、雰囲気がそう、いや、そう、その後、まあ、主役の御徒さんにごめんなさい言わしたって言ってつったら、そう、こいつって思ったらしい。秘密の刃の T シャツ、こんな感じにしておけばよかったかしら。まあ回し物には違い、回し物じゃない、愛だよこれは、岩下ひかりさんもう本番でも、いや、つけちゃダメかなって言って、なんか新生姜ひかりと申しますとか言っちゃダメかなって言ってた。つかみは OK だね、あとは本番でどう笑う笑わせるシーンじゃないんですよ、笑わせるシーンじゃないんです、全然普通に、普通にどちらかというとその主役とか主役周りが結構笑わせるとこだから、私は笑わせる要素がないんですけど、今日急にぶち込んだもんだから
ん、月曜日は山の日です。山の日バンバースラス稽古お疲れ様でした。ありがとうバトルくん、今日は新生姜 T シャツで頑張ったよっていうね。まあ来週から月曜日からいよいよもうね劇場入るので頑張ります。こんばんは、お弁当さん、こんばんは、ありがとうございます。脚本書き換えでスポンサーに、あ、いいねいいね。いや、そう、前回、去年か、去年スターマーマレードっていう舞台に、あのその岩下の新生姜の岩下社長が見に来てくださったんですけど、招待でね、そう見に来ていただいたんですけど、今回はちょっと招待ね、まあなんか できないというかさ、ちょっとなんていうの、なんかね、ちょっと厳しいかなと思ってね、相手にこうね、あれを考えさせるのも嫌だなと思って、そう、ちょっとお声掛けしなかった。光の新生姜もうね、そう、ちょっと、まあ、そう、ちょ、おしとやかからどんどんずれていっちゃうから、客席で新生姜 T 来て笑わせるしかないな。いや本当で、ね、いやそれはもはや葵ちゃんだけじゃなくて他の役者も多分みんな笑う。もう今日みんな爆笑だったから絶対に笑う。仕掛けはできたので、あとは本番で衣装の下から新生姜 T シャツがチラ見すれば服だろう。そうそうなんで、いや本番でもやってほしいったけど、あ、本番そっか、これ着ないわってなったよね。そう、明日から引きこもるわ。引きこもるの、引きこもり。ポコ何時、ポコは23時からです。白様のありねえ間違いなく葵ちゃんより別の人がまず笑うからね。久々の舞台で楽しみ。いや、そう、葵ちゃんもなんだ、なんか舞台を見に行くのもここずっとなかったし、そう、まあ、自分がで立つのも去年の10月以来ですかね。そう、招待、確かにこの時期はデリケートですね。そう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 、だからね、ちょっと今回はっていう感じでね、まあ、またね今度あればちょっと呼びたいなって感じですね。新生姜マスクも自作するしかしない。新生姜マスクさ、ないのかな、作ればいいのにね。舞台はやるかやられるかだからね、頑張って。そんな戦みたいなもんだっけ舞台ってね食うか食われるかみたいな。いや、まあそう、まあだ、舞台ってでもそう、なんかさ、その日に入ってるお客さんによるんですよ。結構なんか、なんていうの、こっちがいろいろネタとかを用意しててもお客さんの中にやっぱそのなんていうの、ゲラって言って、あの普通に声出してねめちゃくちゃ笑う人とかがいないと結構遠慮して笑わないとか結構あるんですよ。あ、なんかちょっと受け悪いなってなっちゃうんだけど、もうみんなね、笑うところは笑ってほしい。で主役のセリフ飛ばしたら勝ちだよ主役は多分セリフは飛ばさないけど、もう今日はそう、岩下ひかりと申しました、プンプンってなってた中本にも行くんだ。中本行くの、蒙古タンメン、口にうなぎ巻いていくか。うなぎを巻いていく、どういうこと、口にうなぎを巻いて、もしかしてうちのパンダみたいな、鼻に新生姜ぶっ刺して出る。違うんです、葵たんはそんな役じゃないんですよ、やめてくれよ。お客様の中にゲラはいらっしゃいませんかって感じの、そう、めちゃくちゃいてくれると嬉しいんですよ。葵たんってかい、全役者がそう思ってる、みんなで、何、そう、もうゲラいたり、もうすごい受けてくれたらもう勝ちって感じ。そう、その方がなんかやっぱさ、なんていうの、こう話にもさ、こうのめり込みやすくなっていくというか、そう、最初がそうなるとね。舞台生ナンバさん見たらわい泣いてしまうかもしれん。絶対泣かないだ、絶対泣かないけどだよ。だってよく考えて、もう何ヶ月みんなに会ってないのって考えると、そうね、これがトラウマとなりねやだ、フラッシュバック。あ、いったん、あ、ゆきどん、こんばんは、おかえり。うなぎのマスクちょっと作ってつけてきてもらって、自己紹介シーンで笑えばいいですね。頑張る、違うよ笑うとこないよ。いや、そう、でも絶対さ、そう、ちょっと多分今日はこれ着てたし、最終稽古だから岩下ひかりは許されたけど、ちょっと今日以降はダメだ、アウトだね。ハニー、ありがとう。お客様に新生姜の社長の方はいませんか
いや、ね、もし来てね、招待できてくる状況だったら絶対にもう無理やり入れる。新生姜光ですとか、かわいい、結構お疲れ、ありがとう、おひとやかすぎて笑えたりとか、なんでもないです。ほいほい、失礼だな、おい。まあそうかもしれない、おいたんがちょっとおひとやかすぎてみんな笑っちゃうかもしれない。こんばんは、かにたけさん、こんばんは、ありがとうございます。まあ演出の人に殴られそうだからやめてですいや、そう、ちょっとね、光はちょっと残念ながら笑い取れるとこがないんですよね。唯一取れるとこがそんぐらいですよ。そう、自己紹介の時、岩下光のコールやめなさい、やめなさい。いや、そう、まあね、そんな感じでね、本当アイタンが一番最初出た時に言うセリフなんで、岩下はつけませんけどつけませんけど、ね、アオイタン出たら、あー、アオイタンだと思ってね、仕込んでおいて、まさかの自爆で、いや、もう、自分は、でもなんか、なんていうの、自分は、まあ、なんか笑いすぎてセリフが出ないとか、なんかあんまない、なんか、自分で笑っちゃうとかあんまない。笑い、ソーシャルディスタンスの範囲で頑張ります。そうね、そのままほどほどにですね、ソーシャルディスタンスやらあるのでね、そう、まあそんな感じで、そんなに笑える舞台なのかと言われると、まあわかんないですけど、その錆びた冷たい実という舞台が8月12日水曜日からあります。全部で4公演ですね。アオイタンのいる、サビチームは8月12日水曜18時半で、8月13がなくて、8月14金曜日、8月15日土曜日、8月16日日曜日という流れになってます。全部で4公演です。こちらですね、ただいまカンフェティでご予約を受けたまっております。カンフェティで、セブンイレブンで発券なので、行けるよとか、逆にね、なんか行けなくなっちゃったっていう方は、なんか一応キャンセル、メールしていただければね、キャンセルで払い戻しできるので、あれなんですけども、このご時世なんでね、無理は何も言えないんですが、当日限定のブロマイドと、あとランダムチェキがございますので、よかったら開演前か、何終わった後、終演後にゲットしていただけたらなと思います。心で笑います笑ってください。はい、アバターありがとうございます。いえいえ、はじめまして、光の新生姜です。なんか違います、こら。あ、もーちゃんおかえり、ありがとう、ツイッターのしてくれて。で、こちらですね、池袋シアターグリーンビッグツリーシアターであるので、徒歩6分、池袋駅東口より徒歩6分、そこら辺結構劇場多いし、なんか似てるようなの結構あるので、間違えないようにしてください。そんな感じかな。でもマスクはね、そう、必須です。あと入るときに検温があります。あとアルコール消毒もあります。そんな感じ、そんな感じかな。そうで、アオイタンは、そう、光という名前の役をやりますので、そう、光ちゃん、なんか光って名前が出てきたらはっってなってほしい。そう、そんな感じで、今日稽古が終わりまして、あらすじ読むのもあと何回かだよね、あと何回かだよ。ただいま、おいた、おかえり、ちびたん、ありがとう、おかえり、うなぎもあります。で、うなぎも？ランチ期枚数制限は常識の範囲で無制限ですよね。枚数制限とかないので、何？なんか、なくなったらなくなった分だけ補充されたりとか。そう、何？そんな感じです。一応ランチ期には青いタンのサインと、なんかサビ鉄2020みたいなコメントぐらいあります。お前ら最終稽古お疲れだ、ありがとう。そう、稽古はもう早いねって感じだよ、本当に。ふいしょ。光、光、そう、光でほってなってほしい。はい、ということで、こちらですね、どんなお話かと言いますと、少し未来の放送回、そこに一つの仕事が舞い込んだ。ここ読んでみた。
主人公ナナミはちょっとだけ異能力を使える新人弁護士の女の子。あ、全員そう、あの異能力が使える。彼女は新人ながら弁護の仕事で大忙し。超犯罪者の女が一人鉄パイプで作られた柵の前で正座をしている。彼女に与えられた懲役は256年。買収した牢獄職員外の仲間から他の犯罪者の情報を仕入れ、これを司法取引で売り自身の懲役を減らした。死ぬまで牢獄だと思っていた。しかし徐々に減っていく懲役年数。犯行をポンポンし、今まで簡単に司法取引を認めてきたが、ついに現実味を帯びてくる釈放の時。軽く押していた犯行は鉄パイプのように重く感じ、冷たい鉄柱が並びに降りかかる。そこやばいよ、お前ら。はい、という話です。皆さんお待ちしてます。眠いのか。そう、眠眠。光殿の衣装と髪型も気になるんるん。いや、そう、髪型ね、今ね、そうなんかわりかし、まあ、下ろしてるのは決まってるんですけど、ちょっとぐらいなら変えてもいい。まあ巻いてたり巻いてなかったりすると思います。お前ら、岩下の新生姜だお前ザキザキ、明かりだ、じゃ光だよ。岩下、岩し、岩し、光、生姜だ、生姜大好き。うわあ、概要何回も聞いたのに結局残ってのはお前だしかない。そうなんです、結局約1ヶ月やったところでね、みんなの中に残るのはお前だだけですから。俺だー、あ、やおいたん、お前だー、合ってる合ってるよ、ありがとうおりさん。そう、まあ、お前だーは、お前だーなんてセリフはまずないんですけど、そうまあなんだ、まあ、芝居もあり、なんだ、ダンスもあるので、そう、今回はねちょっとあおいたん劇中のダンスはいないんですけど、オープニングとねエンディングで、でもエンディングもねインの後半なんですよね、あおいたん。そうで、後半にあやっと出てきたぐらいの時出てくる。そうまあなんかそんな感じで、ちょっとぜひあおいたんの姿を追ってください。あ、レックタンだ、おかえり。よし、ということで、この後ですね23時からポコちゃんを配信します。そう、今日ちょっと結局ねちょっと23時から0時の約1時間勝負になってしまって申し訳ないんですが、来週おやちけ三昧なので頑張りたいと思います。ピザが届くのを待ってるな。いいな、ピザないんかい。ないの。後半の女あとオープニングは最初からいるよ。劇中ダンスな地味にショック。まあなんかあれですか、そこら辺多分キャラクター、役か、役の感じと、あとはまあ皆さんが青いターンのガチダンスが見たかったのにっていう感想をツイートしてくればきっと次はあるでしょう明日も早いのでとか無理しないでね、ほいほい、ありがとうカウント。でもそろそろ終わろうと思うよ。まあそんな感じで、まあ舞台がありまして、とりあえず舞台が終わったら次はもうあいたんちょっと生誕なんですけど、そう、生誕早くない、早いな、日にちが経つの。たん、おかえりたくまさん、こんばんは、ありがとう。これあとポコちゃんでウイハースを開けます。はい、ということで、ウラピーさんこんばんは、ありがとう、こんばんは、おかえりなさい、またの、ありがとう、今来たばっかりなのにごめんて、この可愛い彼女ありがとう。はい、ということで生誕だと、まあ生誕、いやね、そう、ちょっと舞台終わってからになっちゃうわ、舞台終わってからちょっとその撮影会の予約を受けたまわりたい。寂しい。あれ、あっち何時からだっけ。23時です、23時。あ、バクさんいるじゃん、ありがとう。ということでコメント流れちゃった方いたらごめんなさい、またコメントしてください。5位月沢さん、ありがとう。4位まつるくん、ありがとう。3位もちゃん、ありがとう。2位はきさま、ありがとう。1位かみなりもん、ありがとうございます。右上のハートが白い方、毎日配信してるのでぜひピンク色にお願いします。あとあおいたんのツイッターとインスタグラムぜひご覧ください。そんな感じ。
はい、ということでじゃあ新生姜 T シャツで終わりましょうかね。はい、では皆さん起きてる方ポコチャでお会いしましょう。以上、あおいたんこと岩下岩下ナンバーあおいでした。またねー。